地を変えて行き聞くれる今も心奪われ焼けつく二人の後しとんねん、ルールグラム。おかえりにゃ。なめとんの、この女は。あの語尾がもう無理。にゃーとか言うやつ、もう電波女。お前じゃなくてサキちゃんだ、サキちゃん。お前、おサキコラボしてるって聞いてお前やってんねんから、お前、ジャンコンのオリキャラとか興味ないねん、お前。早く出せ、サキを。早く出せよ、お前。トー横モモコ出せ、早く。どこにおんねん。甘い衣はどこにおんねん。おいおい、原村のどかどこにおんねん。竹久はどこにおんねん。どこでコラボできんのこれ。あ、音でかい。まるでかい。嘘。こんぐらいか。右下。うわ、ほんまや。なんか課金アイテムみたいなのいんねんけど。え、宮永テルも。でもこれ宮永テル、こんなんちゃうよ。こんなんちゃうよ。なんか宮永テル感ゼロ。だって髪型変えたら分からんねんから。髪型はテルのままいかんと思う。これ宮永テルじゃない。使う気おけ。もうこれとかさっきや、もういや、これもなんかのどっちじゃないや。だってさっきのキャラなんてね、もう髪型でしかあの個性つけられんねんから、もう分からんやん、こんなんされたら。衣とかいいな。なんかでも絆開いちゃうみたいじゃない。あが、もうなんかもう VTuber 見慣れすぎて、なんかもうどれも V にしか見えへんわ。もう課金やんなあ。いいや、じゃあ普通に行こう。ちょっと第2戦行こう。第2戦王座の間、純正以上初心者。ごめん、俺初心者では多分ないから、銀の間ぐらい。ああ、無理ない。じゃあ銅の間しか行けないのか。4人ぐらい。でも10個すごい多くない？え、これ天保より今こっちなん？え、知らなかった。え、これ天保なんかで全然洞察多いやん。マジで？今やっぱジャンコンなんや。じゃあこの4人車、東で。あ、もう始まる。え、これはどういうこと？これは何？これってあの、もう、トンプ戦？ただの。天保じゃないんか今って。うわ、みんな初期アバターや、ほら。もう俺が全部飛ばしたるわ。見とけ。見とけ、お前ら。俺のこの神の斬力を見せつけてやるわ。音流れてる、これ。どうするこれ、実は案件やったら。こっそり、おっと、いいの入ってきたね。まあ、こういう時の、こう、1、2、4って並んでる時の E1 っていらないですよ。もう3、1が入れば、これでメンツになるから。こういうのは言い訳も切りましょう、皆さんね。ぶっちゃけもう泣いていいと思う。これだってもう、あとは、後付けで初で上がれるから。今の泣くのいいよね。で、ワンチャンね、タンヤもあるし、クイタンもあるし。このゲームもう結局クイタンが最強なんですよ。結局ね、泣いて泣きまくって、もう安上がりしとけば、他人の人を、他のやっぱターチャーを上がらせないっていうのが一番大事やから。こういうトイメンがチューン泣いてきました。このチューンとか、このあれね、初とかのファンパイね、いわゆる。おいお前、2Eそうか、もしかして。ちょっとこれトイメンがいきなりから来てんのやばい。ドラはウーワンか。でもほんまは天保みたいにさ、こうなんか山とか積んである方が俺はなんか臨場感あって好きやねんけどな。もう今こういう簡易的なグラフィックの方が流行るんや。麻雀ってな。来いよ。あ、で俺ドラやん。よう見たらここ、あ、ドラはこうやって光ってんのか。うーわ、これはちょっとスキップだな。うわ、もう出たよ、このチーソー切った瞬間パスを着てな、メンツをこの無駄にするっていう。これはちょっとドラ爆弾ぶち決めたくない？あ、もうこれは泣こう。一陣遅いけど。で、これ泣いてローワンを先に切っといて、
これはまあ、もう初で当ててたらもうポンして、いいシャンテンか。で、頭ここね、頭ここにして。まあでも2000点あるから、もう上がれれば勝ちやから、このゲームは結局のところ。結局上がれれば勝ちなんで。はい、これでテンパイ。はい、シャオ待ちか。初か。でもこれ3ピンやと上がれへんな。ちょっとよくないっすね。この、だから、役が最後に来ちゃうっていう。まあ、どうせ初心者部屋やったらこういう時の初って絶対出るから、切ろっか。うん、いやもうこれはこれでええよ、これでええねん、これ以上手がれない。いやもうはい、もう絶対出んねん、こんなもう捨て、ただのもう本当にゴミ派やから、こんな自分の手しか考えてない初心者部屋では絶対出るんですよ。はい、2000点。はい、ゴチです。まあ、よく言えばリーボードがお返しできてよかったけどな。おい、はい、ダブトン来た。これもうトン出たら速攻泣くんだよ俺。ダブトンっていうのはまず麻雀において、このトンね、このトン場はこのトンが役になります。そして、さらにこの自分が、いわゆる親なんだけど、トンのこの持ち主なので、今このトンを3つ揃えただけで2役になるんですよ。これをダブなんていう、ダブトンっていうんですよ。まあ、ナンバやったらナンバの人のもうポン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 。おい、なんでパワー切っとんねんこれ。連打しちゃって間違えて。最悪や。連打しちゃってんけど。うー、来た。まあじゃあもう切ろうか全部。アンコレトンが揃いましたね。これあれやな、泣き手にしちゃったけど、ほんまは泣かない方が強かったやん。そう、トイトイにしたかったんけど。よう見たらトイトイそんな近い手でもなかったからな。これはシャーを切っていって、まあ、例えばチーピン入ってきたらウーピン切りしてって感じで、おーっと、ここは惜しい。これ今のはローソーかパスソーが欲しかった。ローソーパスソー来たらウーピン切りから、ここのね、シャワーと片面待ちね、うん。チーピン待ちで、何点さ。あー、ローワン。何点や。親のダブナンのみって何点 ?3900?え、2900な、親のダブルの伸びて。そんな安いん。あ、そっか、でも 1.5 倍やからそっか。はい、切った。まあまあ、これで一応チーピンマジで。まあ、出るでしょ。チーピンぐらい出えへんと。お、麻雀わからんガキがなんか、あい出ました、ローン。それ、ローン。悪いな。それだ。残酷やん。やっぱ麻雀ってさ、まあ運ゲーやけど初心者にやっぱ勝てるな。ある程度の引きがあれば、ある程度の引きがあればさ、初心者に絶対勝てるわこのゲーム。で、親が上がるとこうやって連チャンつってもう一回親になるんですよね。もうこの親番で俺全部飛ばすわ。これチューンを切っとこっかな。じゃあちょっとこれは泣きにもいけない手なので、今回俺初めて自力で面前で上がりたいと思います。面前で上がる手いらん。そう、やっぱ初心者の人ってね、基本的に放銃しやすいよ。周りとテンパイとか考えへんもんな。まあ、こういう浮いてる急走はまあいらんから、ここはトーンを。え、しかも、え、トーンなんシャーペ、お前これ俺ダブトンした瞬間に、え、ドラさん2役、え、もう跳ねマン以上確定やん。マンガンか。これは激安です。これドラって、ここのドラ表示台分かる、この左上のここの次の順番で言うと次の牌が、ドラになるんですけども、ドラはもう持ってるだけで、それを持って上がっただけで、1役になります。つまりトンを3つ揃えて上がることによって
わ微妙、ここ切るか。このトンバのトン、そして、親番のトンで2班、さらにこのドラ表示牌、ドラによって3班、つまりトン揃えるだけで5班。激アツ。こういう時何切るべき？なんかトン切るべきかこれ。これトンにこだわってたら絶対上がれへんよな。トン切る？トン切るよね。そうやんな。ごめんちょっとよく、あーでもな、1枚見たからもう切っていいか。うわー絶好の3品来たこれ。何気にインシャンテンじゃない俺。このカンリャンワン積もってきたらインシャン、うんそうやな、テンパやな。カンリャンワン来い、リャンワン来い、リャンワン引け。リャンワンもしくはまあここのところ積もってくると、まあ親なんでもうリーチかけますよ俺は、ええ、短期待ちでもリーチ俺は行くんで。リャンワン1枚、スキップ。あ9番か。まあ一気通貫あんあるけどちょっとむずくない？数ピンと9ピン必要じゃない？リーチな。リーチか。例えばこれ泣いて、よかった、じゃあ俺これ泣くわ。ごめん、チーやっぱやめにできる？ちょっとあのひよった。追っかけリーチと行かしてもらおうか。リーチが。こういうもうイケイケの時は町が弱くてもね、もうリーチかけんの。もうなんでやねんお前。でかい、そこそこ。あーまあ2600か。まあくれてやるよ。まあそれでも俺がトップなんだかな。まあこれがよくある。お、なんかいいハイパイですね。まあこういう時もトーンから切っていこうかな。白髪中だ、チュンがドラか。あーインスタントマンガン作りてえけどな。チュンを重ねて、チュン重ねて、チュンで泣いて酸素、まあここ9ピン。ソーズが結構集まってきてるのと、あーまあこういう時は吐く、俺は切りますけどね。うーんまあ揃ってるように見えて全然揃ってない、実は一面としかできてない。これいらない。先要素ないねんけど。いいね。まあチュン切ろっか。自敗って基本基本的に同じ、その自敗のなんかそれじゃないと役に立たんから、優先的に切りたい。はい、自敗とか、あと E 層とか Q 層とか端っこの牌はいわゆる八尾中牌って言うんですけど、それに対してこの4とか5とかってなんかもう6にもつながるしね、3にもつながるし5にもつながるしみたいなんで、あの基本的に持っときたい牌、そして切るときに危ない牌ってなる。みんなのこれ捨て牌注目してみ。大体八尾中牌やろ俺も。ほらこの人とかこれ両層切るまで全部八尾中牌、自牌以下もしくは 1、2、3、1か9。このトンがこの3枚かぶってるのこれゴミ、これゴミね。この人もそうやろ、八尾中牌やろほとんど切ってんの。この人とかも麻雀は最初そういう風になんねん。わからんわこれ、どうしたらいいんこれ。これいらんか。いやウーワンね、こういうのウーワン切るとな、ローワン積もってきたりすんねんな。ローワンスーワン
ここ切ったら三蔵くんねん。どいな。リーチにゃ。まあもうこういう時は正直手も進んでないと。でこの人リーチかけました。もう危ない牌は切りたくない。ああでも老僧か。老僧とか普通に俺ってかまあウーガン切ろっか。この人はウーアン捨ててるでしょ。このもうあいこのなんかリーチかけた人が捨ててる範囲に関しては絶対にローンされないので、絶対にローンされないので、あのいわゆる安全牌、安牌、安牌とかって言うやろ。なんか野球とかでもなんかゲームとかでも言うやろ。安牌ってそっから来てんねん。お前らが日常的に使ってる用語の中には麻雀の用語も結構あるねんぞ。あやべ、もう死ねえよ。おもんないねこのゲーム。あでもいい牌やったらいいわ。2000点ぐらいくれてやるわ。こいつ親やったっけ。まあハイパイはまあいいとは言えないな。こういきなりから C1 とか切るやつはもうあらかじめ手ができてるか、ワンチャン国士無双っていう八百中杯のみで構成される役満を狙ってる可能性が高い。いやこれ普通にワンチャンあるね、国士無双。それかちゃんたちゃんた系のそういうもの、もしくは想図で固めてる。いろんな可能性が考えられます。こういう捨て牌からはこの同じこの想図とかマンズとか同じその種類のやつだけで手役を作るのも結構大きな役になるので、それを狙ってる可能性。うーんいや ちょっとあれやね、このペーシャーで国士無双の線は薄くなってきました。あーこいつが初ポンか。これさ俺チートイツイーシャンテンじゃないよ、みたいな。気がつけばチートイツをイーシャンテンしていた男。しかもチートイ単野をリーチでマンガンまで見えてるから、これはもう単野をチートイ作ろうか。単野をチートイ狙う。これね、これはいい。かなりもう大民間とかあの基本あのバカしかやらないんでこういうのはね。これはまあでもこいつそっか最下位名やから、あーもうこういうの難しいねんな。これはパーピン切りからいくか。で仮によ、こっから例えばこの数ピンが3つになりましたとか、ローワン、サンワン、これが3つになりました、重なったとってなってくると、ちょっとあのチートイツやめてここのパーソー切ってあの手役を作り変えるっていう可能性はある。まあまあ缶大民間基本的にもう大負けしてるやつが最後の手段でね、缶ドラン乗せるためにやんねんけど、おわもうパーピン切ったらこれ来るやろ。こうやってもうこういうゲームやねん基本的に。麻雀なんてだから運ゲー、もう大体運で決まるからゴミ。麻雀で真面目にやるゲームじゃない。これはやっぱお金とかかけてな、もうなんかそういう運プテンプの爆死するゲームは基本的には。こんな真面目なやつは言いたくなんねん。頑張って最前提打ったとしてもまあ勝てへんねんからな。だからもうこうやって自分の得て手を作って、でロングされたら、あしょうもないやつで切断すると。もうそれが一番ええねん。おお来た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 。どっちで行くこれ。これもうリーチかけんでいいよな。なんとなく小さく来そうな気がする。頼むやめてやめて、ローソンやめてやめて。もうなんやねんおもんない。はしかも何かんちゃん待ち。クソつまんねえ、クソつまんねえわマジで。
しかもハイパイ終わってない。いやこっからでも国士は無理やな。俺国士は9周以上ないと狙わない。いやまだ負け確ではないよ。満願満願って上がれば、いずれにしてもこの親から引きずり出さなあかん。でこいつが早い手で上がりそうなんが嫌やわ。麻雀のネットゲーって初心者部屋やとな、もう順位とか関係なしにとりあえず上がるやつおるからな。これがいかん。これはちょっと少しでも手を高くしたいから単野を狙いに行こうか。でもここのラインは絶対に、あーこれ今言おうと思ってた、これ悩むねん。まあ、ポンしようか。ポンしよう。でここのチーワンは絶対チーする。でここもスーソーロッソー絶対チー。染めてっぽいねこれね。ハツを絡めたまあ、マンズかピンズか、マンズっぽいけどどうやろうね。もうなんでこんなゴミ牌しか来ねえんだ俺のとこには。ちなみにポンはどこからでもできるけど、チーっていうのはこの左自分の一個前に積もった人からしかできないです。おい早っ。何これ、ただの薬杯のみ。なるほど、まあこいつラスオやからな。この人ラスオやなんで最下位とか、最下位っていうかその点低くて、まあこういうもとりあえず親流して、で早く俺の自分のラスオやでまくるっていう、もういわゆるめんどくさいから、もうこのハスのみで上がって俺もうしらけさせたろばを。腹立った、腹立つからもうハスだけで上がってよ俺速攻で、でしらけさせて俺帰るわ。このゲーム消す。もうええよなそれで。しょうもねえんだ俺からもう満願とか上がりやがってこいつ、もうマジでいるさ。ラス角上がり決めてやれ俺が。お前ら俺に喧嘩を売った罪は重いぞ。何気にチートイツに泣いてたんねんな。チートイツ狙おっか。しかもドラで待てるから、例えばチートイリーチドラで、あとここの赤ウとか絡んできたらハネマン、あでも赤ウ切ってんのか、で裏ドラ乗ったらバイマン。まあ現実を見るんだったらそのラインかな。現実を見るんであれば、よう泣くなほんまに。なんで泣くっていうのはどういうことやろ。染めてか、やっぱりピンズの染めてかなんかか、もしくは泣いとけば何かし上がれると思ってる初心者の可能性もある。麻雀あるある、ネット麻雀あるある。とりあえずポンとかチーとか適当にやっとけば上がれるけど、当たり牌来ても上がれないってなって、あ役がないんだってことに気づく。そう麻雀ってゲームはいくら実柄が揃ってようと役がなければ上がれない。そうピンフとかっていうのは、あれは面前って条件があって、それに加えてリーチっていう役が加わるから高くなる。なくとリーチできないからね。役がなくてもリーチをすれば上がれる。だから何も泣いてて泣いてしまうと、もうリーチすらかけられなくて役なしの状態となり上がれなくなる。まあ初心者の頃はそういうのはやりがちないねんな。おっ、これはトング切っていって。
まあちいといつか。来た、しかもいいぞ。ただ逆転できる手じゃねえんだよな。理想言うならここ赤ウにしたい。赤ウ、いやこれは赤ウ層でリーチある。あるぞ、ま、倍満ある、倍満ある、倍満ある、ある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 。俺今言ったことが全部実現するかも。裏ドラ乗ったらマジで倍満でワンチャン逆転あるかもね。でこいつあたりが加冠してなんでかんで、うわっち、いやお前だなんか勘しろ、間違えて なんかんしろ、ピンズの染みてえな、トイメン、うわお前らなちょっとやめろマジ、うわやめてやめて、ワンチャン作ったマジで。いやこの試合普通に見応えあるよ、ワンチャン作ってるからね俺。待ってリーチ、ちょっと待ってリーチチートイドラニードラさんで今もう 6番やろ。で裏ドラ乗ったら倍満、いつもまあでも倍満か、高めで倍満や。チートの場合は裏ドラ乗った瞬間にもう2個なるかの確定やから、お前キレ赤う、嘘キレ、嘘あと何枚、うわ惜しい、すげえ、それじゃねえ、1あの2枚あるな、どっかにある。でもこれ積もるしかなさそうか、いや切れよ早く、いや切れってこれ終わったんじゃんこれ、なんやねん、おもんない、やっぱ。ああいや、よかった俺こんなゲーム真面目選んで今まで。ほんまにチンカス。おいいや、ごめんごめん、抜ける、抜けます、抜ける抜ける、もうもういいよ、もういいよ、もうハイパイもゴミやもん、もうこんなんもういいわ、くだらねえ、これ切断させろよ。ゴミやろ、こういうゲームよ結局。だから変に期待せん方がいい、こんなん。麻雀ってほんともう何百何千局って打ってやっと習得するから、ちょろっとやるぐらいでもう無理、全部運で決まんねん。ちゃんとアマチュアがプロに勝てちゃうゲームやからこれ。俺の親父みたいで心が締め付けられるんだか。そうやろ、俺も親父とかになったらもうこういう感じでもうずっと切れてるから、うぜえなこれ。もういいやろ、そう切ったろ。本一かな、まあ、でももう本一とか上がったところでもうラス格やけどな。いやお前はよ、このアイス棒なんなんお前、リーボーのところにアイス、あれ置くな、小豆バー置くな、小豆バーを。だるー、これもうこいつがネチ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 1000点とか3000点上がってさ、一生終わらんやつやん、これもう早く上がんねやったら決めてくれよ。それが周りのやつがちゃんともうあれ終わらせろ。いいやこれ。ジーニャ。早かれお前。お前がかったら終わんねん。いやこいつに差し込むわ俺。もうええわ。
しかも何その手役。まだ終わらへんやん。もう早終わらせてくれ。ハイパイチンカス。ハイパイチンカスです。まあもうここから勝ちに行こうと思ったらもう役満しかないねんけどな。なんかもうどうせ無理やのに役満とか狙ってさ、中途半端にさイーシャンテンまで行って結局上がれないみたいな、もうそういうのが一番腹立つから、俺は負け格の状況でも俺は役満なんか狙わない。無駄な努力に終わるって分かってる。いやよしよし、もうこれ泣いてもう終わらしてる。俺はこいつの味方するから、もうこいつが調子こいて今連チャンしてるけど、もうその夢打ち砕いてるわ。見とけお前、俺が先手に上がってこいつをトップに俺が導いてやる。よし、オッケーオッケーオッケー。もうこうやって泣きまくってな、お前がそうやって泣かせんのが悪いねんぞ。お前の責任や。文句言うなよお前。こういう瞬間が楽しいわ。まあじゃあやっぱ嫌がらせしてんのが一番おもろいからな、このゲーム。いやお前でもいい、もう誰でもいい、上がれば。こいつじゃなければ誰でもいい、上がれ上がれ上がれ。なんか金のやけに早くない？んこれ CPU なもしかして。ああ積もった。ああ綺麗な手や、おめでとう。もう二度とこれやらんやろな、俺は。先出てけへんし。